中日ゼロ、一阪神、15日、バンテリンドーム。中日が延長11回に決勝点を献上し、連勝が2でストップ。勝率5割復帰も逃し、借金2となった。写真、交代を告げられベンチに戻る小笠原表情が怖。立浪監督の攻撃的采配は勝利に繋がらなかった。球場がどよめいたのは9回、先発の小笠原が先頭。 中野に二塁打を許すと、97球での降板を決断。守護神マルティネスを投入した。立浪監督の積極系統に場内からどよめきが起こる中、近本を深刻敬遠。無視一二塁からのマウンドで、マルティネスは無失点リリーフ。最後は二死二三塁から渡辺を見逃し三振に仕留め、おたけびを上げた。大ピンチをしのいで流れを引き寄せたかと思われたが、 攻撃陣が援護できず、無得点で迎えた11回、4番手、斎藤がチカポンに決勝打を浴びた。9回途中まで無失点に抑えた小笠原だったが、2勝目はお預け。打線は小笠原が登板時、38イニング連続援護なしの悲劇となった。